株式会社スポーツ放置西部本社は、読売新聞系列のスポーツ新聞、スポーツ放置を発行する日本の新聞社である。株式会社読売新聞グループ本社の事業主会社の一つである、株式会社読売新聞西部本社の子会社であり、九州全県と山口県を管轄する。1997年11月、これまで、 スポーツ放置が発行されていなかった九州で同紙の発行を行うため、当時、読売新聞西部本社を運営していた、株式会社読売の出資で設立。1998年3月23日から、西部版の発行を開始した。創刊当時は、北九州市小倉北区名和町1-19、読売新聞西部本社内に本社及び編集部を置いていた。 西武版総監以前のスポーツ放置は、東日本が東京本社、西日本が大阪本社の管轄となっており、いずれも読売グループの株式会社放置新聞社から、東海3県のみ、読売新聞中部本社からそれぞれ発行されており、北海道から山口県を除く本州と四国で販売されていた。しかし、山口県異性の九州、山口地方では、 スポーツ放置の発行本社が存在せず、九州の読者からも放置を読みたいとの意見が多かったことから、九州にもスポーツ放置の発行本社を放置新聞社本体ではなく、読売ジャイアンツの運営元でもあった読売によって設置することを決めた。1998年3月に西部版の発行を開始し、スポーツ放置は 日刊スポーツとスポーツ日本に次ぐ全国スポーツ紙となった。2002年7月1日の読売新聞グループ再編で株式会社読売新聞西部本社の子会社となった。2004年1月に読売新聞西部本社の本社機能が北九州市から福岡市中央区赤坂1の16の5の読売新福岡ビルに移転したのに伴い、 スポーツ放置西部本社も福岡市に移転した。スポーツ放置の西部版は放置新聞社とは提携協力関係にあり放置新聞社の子会社ではない。なお、東京、大阪版と同様に一面の日付下と各面の第三種郵便物認可のクレジット横に放置新聞のクレジットが表記されている。1ページの発行書クレジットは 西部本社版発刊から長年にわたって、コピーライトスポーツ放置西部本社と単独表記されていたが、現在は、コピーライトスポーツ放置西部本社、放置新聞社の共同表記になっている。紙面の大半は、東京本社で制作されている記事が多いが、中央系場面は、大阪本社、公営競技面と番組表は、西部本社で、それぞれ制作されている。 読売新聞西部版のスポーツ面ではソフトバンクグループによるホークス買収後から福岡ソフトバンクホークス関連の報道がジャイアンツ関連報道と同等の割合になっているがスポーツ報知西部版では東京版とほぼ同じ内容の記事を使用しているためジャイアンツ関連の記事を中心とした紙面構成になっている西部本社版独自の記事企画として毎週木曜日の紙面に 九州、山口地区のレジャーグルメフィッシング情報などを紹介する放置、楽ナビを掲載している。ありがとうございます。